皆さんこんばんは。5月2日火曜日6時50分です。ですね、明日から皆さん大型連休という方多いと思いますけれども、くれぐれも事故のないように、素敵な、ゴールデンウィークをお過ごしください。ナナママからね、こういったあのパピーは誰も歌わないような曲を歌うのが一番いいんだよって言われて、あ、こういうのどうすか。さやかですね、松田聖子さんの娘さんの曲です。なんで俺が歌うんかい。エヴァーシンス、あの時咲いた花を胸に抱いたまま歩き出せずにいた、道が見えなくていつの間にかこの街から光は姿を消して、どれだけ願ってもまたその夜が訪れるのなら、壊れかけた夢拾い集めたら、そう立ち上がってずっともう前だけを見て進んでいけばいいよ。そして僕らの間を駆け抜ける夜は今確かに何かの意味を持って、僕らを強くしていくんだ。そんなものだから、さやか2002年5月リリースですね。松田聖子さんの娘さんなんですけどもね、当時のデビュー曲さやかでエヴァーシンスをお送りしました。今ではね、神田沙也加さんとして、活動されてまして、聞いたことあるなと思ったら、アナ雪のね、あの日本語の吹き替えでアナ役の吹き替えやってますね。今いろんなジャンルで、活躍してるということで、扉開けてとかね、雪だるま作ろうとかもこの人の声聞いたことあると思いますけどもね、はい。お名前いきたいと思います。メッセージいろいろありがとうございました。ですね、名前いきますね。タカさん、パル、韓国からありがとうございます。それからトムトム、赤ちゃん、ゴータロー兄さん、ユシールさん、お初です、ありがとうございます。それからウッさん、あ、ウッさん、あ、テストだっけ、頑張ってください、ね、頑張ってね。それからひまわりママさん、アレルさん、エロチ、ムーチン、ムーチンなんかめっちゃ元気出る、ありがとうってことなんですけども、でもテンションはちょっとね、副業で落ち込み気味です、はい。それからひまりまさん、ありがとう。それからりゅうへいさんもありがとうございます。みけちん、ありがとうございます。RH、 ありがとう。 RH、 久々の洋画と洋画通洋画通また間違えちったよ。洋画通じゃないし、洋楽のデュエット楽しみにしてます、ありがとうございます。これね、もう一発撮りだからね、間違ったままでアップしますね。それからサナミン、いいよがダメだそうです。かわいいな。いいよって確かに怖いんですよね。実はいいよってキャラ知ってますか。ピグレットと仲がいい、いいよだっけ、ティガーだっけ、ティガーと仲いいんだっけ、ちょっとわかんないけど、お父さんのキャラですね、はい。いいよは確かに今いるんですけども、オーラがめちゃめちゃちょっとね、怖いというか負のオーラが出てるんでね、近寄りがたいところあるんですけどもね、肌触りはいいですよ、モクモクしてね、夏は嫌だけどね、はい。それからフェスさん、お初ですね、ありがとうございます。コメントまでいただいてありがとうございます。アロハさん、アロハさんは今頃ディズニーランドで楽しんでいる頃でしょうか。あ、イーパレが始まる。それからチカタン、ありがとうございます。ナナママありがとう。ナナママさん、あ、さんって言っちゃった。ナナママはお子さんがですね、修学旅行で植え込みで寝てた。
年パスで行きすぎて、あのいざという時の修学旅行で植え込みで、あのもうつまんなくて寝てたと思います。わかるなそれ。でもあの公園なんですよね、年パス持ってる方ってね。うん、あの買い物だけ行ったりとか、まあ、仲のいい友達と中で喋って帰ったりとか、うん、アトラクションとかそんなのじゃなくて、なんかもう公園って感じのね、ディズニーランドの扱いになってしまうんですよね、年パス持ってるとね。はい、それからみりんぱさんありがとうございます。あやちゃん、うたひろさん、うたひろさんなんかお仕事入っちゃったみたいで、頑張ってください。頑張った分だけいいことは絶対ありますからね。因果応報ってやつですね。頑張ってください。さあこの曲6分もあるんで、あでももうそろそろ終わりなんでね、ちょっと喋りすぎました、すいませんでした。明日から皆さん頑張っていきましょう。キープオンスマイリングです。バイバイ。